今日の朝飯はウニバターご飯となめこと揚げの味噌汁になります。まずは味噌汁からですね。どうも美味しいです。そして今日のご飯のお供にはウニバターっていうのを買ってみましたね。本当にバターの入れ物みたいなのに入ってました。これ結構美味しかったですね。バターに塩味が加わって風味の良い濃厚なバター醤油ご飯を食べてる感じですね。これはうまいですね。味噌汁もいいですね。昼食は白飯と目玉焼きとマラシンハンバーグとサラダになります。まずはサラダからいただきます。そして目玉焼きの方は黄身が半熟で崩れちゃうんでオンザライスにしていただきます。やっぱ卵は最高ですね。そしてハンバーグの方は普通のマルシンハンバーグです。マルシンハンバーグはお店のジューシーなハンバーグではないんですけど、これはこれで美味しいんですよね。安く買えますしね。ハンバーグも目玉焼きもご飯の進むおかずになってます。夕食は白湯鍋です。夜は野菜たっぷりの白湯鍋にしました。甘いですね。鍋はお野菜は本当に美味しく食べられますよね。そして一緒に食べる白飯の美味しいことですよね。これ本当いくらでも食べられちゃうそうですからね。今回は白菜、ネギ、人参がたっぷり入ってますね。そこに豚肉がちょろっと入ってますね。今日は白湯鍋なんで素材の味をしっかり楽しみますね。本日もお食いいただきました。ご視聴ありがとうございます。